ピエトロ・タッキーには、イタリアの天文学者、モデナで生まれた。パドバ大学で工学を学び、21歳の時、モデナの小さい天文台の所長に任命された。1863年に、パレルモ天文台の所長職、プリモ・アストロナモ・アグオントにつき、1879年まで、その職を務めた。主に太陽の観測を行った。 1865年天体物理学の雑誌メモリエデラソチェタデッリスペートロスカピシティを創刊し、1905年まで編集を行った。この雑誌は1920年からメモリエデラソチェタアストロノミカイタリアーナになった。太陽の毎日の分光観測を行うために、イタリアの天文学者がほぼ同時刻に観測を行うネットワークを組織した。 イタリアの天候が観測に適さない時に観測するためにインドのカルカッタの観測所を組織した。1874年に金星の日表通貨をインドのマドプルで観測した。1879年にローマ学院天問題のアンジェロ設計の後を継ぐためにローマに呼ばれ、1881年に中央気象局の局長になった。タッキーニの指導のもとに 太陽の分光観測が有利で、日食でない時にも太陽コロナの観測の可能性がある。海抜の高い江戸間山にベリーニ天文台が創設された。1885年のカタニア天文台の建設にも関わった。月のクレータに名前が命名された。ありがとうございます。